じです。くじです。そう、今日朝まきこさんから電話が来たの。 DMM 生配信で聞いてた人いますか？パコ、おいで。パコ、ごめんなさい、こまちゃんが吠えてます。パコちゃん、聞いてた人、あ、聞いてた、見てた人。まきこさんがあのメンバーに生電話するっていうあのコーナーがあって、そこで電話を受けたんですけど、その時に起きたんですよ、私。で、8時半に起きて、その時に今日何すんの、さりちゃんって言われて、何も決まってなかったから、みんなにそのただ生きるここいで、ただ生きるということしか予定がなかったので、ショールームしますって言ったんですよ。ココおいで、ココちゃんおいで。そう、なんか電話とか配信始めると、なんかなんて言うか、かまってほしくてそういうことするんですよ。ココちゃん、ほらおいで。そうで、それでだからまきこさんのおかげで今日私はショールームやろうって思ってショールームやってるんですよ。ごめんなさいね、うるさくて。ほらほら、これほら、おいで、ほらおいで。あ、ココちゃん、みんな見てるよ、ほらおいで。お、静かになった。そう、さっきも私がちょっと前髪とかをこうセットし始めたら、すごいそわそわし始めて、ココちゃん、ココちゃんおいで、ほらこっち。みんな、ココです。今日も元気だね、ココで。ショールームをやる前に何をやってたかというと、あ、皆さんありがとうございます、コメント見てくださって。あの、何をやってたかというと、なんだっけ、あの西武ライオンズの、ツイッターでこう今レシピ、栄養士さんのレシピみたいなのが載っていて、ちょっとそれを作ってみようということで、なんか軽く携帯でこう撮りながらその動画を撮ってました。で、なんかそのメニューがカレーピラフだったんですけど、あと13分でそれが炊けるって、炊飯器で作るやつだったんです。それがあと13分で炊けるというねとこなんですけど、その後でツイッターとかに載せようと思うんですけど、出来上がりみんなにここでお見せしますね。あと13分でできるので。あのね、なんだっけな、そう、パジャマなんですよ、今もうパジャマに着替えました。サバの水煮缶と玉ねぎと、しめじとカレー粉とケチャップととか、あと調味料なんですけど、カレー粉がなかったからカレーのルーをこうチョキ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 切ってやりました。あと他にも、なんだっけ、ワインとかケチャップ、コンソメとかが入ってます。で、今炊飯器が頑張ってくれてるんですけど、私のこんなちっちゃい炊飯器が今ね、そのあと12分です、あと12分ですよ。ココちゃん今ね、画角から外れたとこにいますね。なんかちょっと拗ねた顔してる、ここちゃん。え、DMM24 時間見ました、本当に、うん、寝てた、いつ寝てたの、うん、また吠え出した。で、だからもうすぐ炊けたらご飯を食べるんです。その前に今配信してるんですけど、リュン、これココちゃんのね、ゾウさん、
そう、みんななんかあれですよね、チームごとに配信してたんですよね。なんか次はね、私もねできたらいいなって。多分そんなやっぱ20人一気にはできないので、16人からね、20人とかだから何人かずつやってたみたいなんですけど、ちかちゃんたちがやってるのちょっと見た。みんなフルでつけてた、すごい。ちゃんと皆さん東洋医学も見てくれました？ NHK で昨日やってた、前に私出させていただいた特番の、今回はお家でセルフケア特集みたいな感じで、なんだろうな、再編集版みたいな、再リニューアルでも全然内容もなんだろう、みんなで太極拳を家でやってみたりとか、前回とは全然違う感じになってて、あ、見てる、嬉しい、ありがとう、見てくれて。私は録画もしながら見ました。あれ、どこ行った？やっぱね、あれなんですよ、電話でも吠えるし、さっきこれなんかなんて言えばいいの、ジャージみたいなからパジャマに着替える時もこっちすごい見てたし、料理する時にエプロンつける時もめっちゃこっち見てたしね。やっぱすぐ気づくんですよ、私がなんか着替えたりとか、あとメイクも分かってるの、この子。髪の毛とかもオン、こうやる時とかも分かるのね。だから賢いんですよ、賢いんですけどね、言うこと聞かないんですよ。だから多分私がバカにされてる、賢いけどダメってこと。でもそんなところも可愛いんですよ。ココちゃん賢いね、だってココちゃん褒められたよ、賢いね、よかったね。でも本当に暑くなってきたのにもじゃもじゃだからかわいそう、ココちゃん。あと9分でご飯が出来上がりそうです。お前可愛いです、ありがとう。自由なのは飼い主にかな、あ、バレた。すごい、なんかボールを手でペンってやってる。パッションフォーユー配信して、そう、パッションフォーユー速報15位だったんですよ。ちょっとなんか厳しいかな。サリナってアバターないの？え、どうやってやるんだろう。でもなんか結構家族とかもすごいやってくれてるのでね、できたら、できたらというか入りたいなとは思ってるんですけど、あ、頑張ってるよ、だってありがとう。あまりでもやってない人も多いですよね、きっと。なんですかね。わあ、諦めずにやってるよ、ありがとう。最近のパッションフォーユーはハードだからな。そうなんですよね、私なんだろう、コントの時と広告選抜の時とかなの2回入ったことあるんですけど、結構なんか他のメンバーのファンの方とかに助けてもらって、それでなんかね入れてもらったって感じなんで、ゲーム大変ですよね。やっぱログインは貯めてます。正直サリーが言うから久しぶりにやってる。サリーちゃん推しの人辞めちゃった人多い、やっぱ。そっか、辞めちゃってる人も多いのか。ゲームしんどい。今回は難しい。でもみんなあれですよね、ログインしてるぐらいですよね、きっと。もうみんなやってないんだ、パッションフォーユー。そっか、みんな大富豪とかですか、やっぱ。
シェルジュ大富豪クラブで頑張ってありがとうございます。私もやりたいってすごい言おうかなって思ったけど、なんかやってない人も多いのを、なんかすごいやってない人も多いというか、あんまりそんなに今まで私もあんまりいろいろ CM 選抜やりたいですとか言ってこなかったから、なんかそんなにがっつり言ってなかったからあれですよね。私もすごい悪いんですけど、そう、両派のファンの方とかもね、すごい応援してくれたりとかね、してましたもんね、前とか。大富豪は何のイベントがあるの？なんかパシ、あ、今いろいろやってますよね。コメント見てます。プロ野球がないと暇すぎる。ママの電話が鳴っている。なんか何を喋っていいか分かんなくなっちゃったじゃあとりあえずご飯がもうすぐあと3分ぐらいで炊けますね。ここでもやっぱゆきちゃんとかいつも上の方にいるから本当すごいなって思う。やっぱやってる人がすごい多いんだろうね。かかかか、あと2分です。そうじゃん、ゆきちゃんもうすぐ誕生日じゃん。プレゼントどうしようかな、会えないからな。次いつ会えるかな。でも私ゆきちゃんに誕生日プレゼントいつもあげてるけど、一回もお返しもらったことないんですよお返しは全然本当いらないんですよ。求めてない、求め
てないんですけど、一回もらったことない。ちょっとみんな私の誕生日の時にゆきちゃんがショールームやってたら言ってくださいね。言ってね。カカ。あと1分でご飯ができる。あと1分。あと1分。あと1分。あ、言っとくって嬉しい。ありがとう。し。でもそこか。もうダメだ、うちの子。でもこっから先さ、もっと言った方がいいのか。でもそれでもなんかすごい、なんかこうあれだったら、なんかちょっとなんだろう、逆に申し訳ないかなって思って、どうしようかなって思って。すごい、まだこれからも、ここ、あー、ここ、これからももっとやりたいですって言うべきなのか、やりたい気持ちはあるけど、でもそれでもなんか、なんて言えばいいんだろう、なんだろうな、そんなにみんなやってないし、なんかそれでもやっぱなんかこうやりたいって言っていいのかがなんかわかんないから、だからなんか今こう、なんて言えばいいんだろう、あんまり仕事とかも普段みたいに公演とかライブとかもないし、やりたいなっていう気持ちだけで言ったんだけど、なんかすごい私が悪かったかなってすごい思っちゃってて今。だからどうしようっていうか、なんだろう、なんか逆にやりたいって言ってすごいなんか申し訳ないなって思っちゃったから、なんかほんとごめんなさい、すいません。だからなんか今なんかこっから、そうだからメールでしか言ってなくて、最初からでもなんだろう、ツイッターとかでもこれからまた言うっていうか、言うからどうにかなることでもないけど、なんかそう、だからこう今まで、そうあんまり毎回これやりたいですって言ってなかったけど、実際それはなんだろう、すごい自分が、例えば なんだっけな、 CM 選抜とかはそんなに自分でこう積極的にチャレンジする気持ちがなかったから、その時とかはこう何も発信してなかったっていう感じで、今回はやりたいなって思ったから、こう一応それをメールとかでは書いたんだけど、なんか言わない方が良かったのかなみたいなとか思ったけど、でもでもそれがもし例えば、なんだろう、わかんない、よくわかんなくなっちゃいました。なのでとりあえずご飯だけ、そう、なんかすごい全然何にも言わなくてもすごい、なんだろう、めっちゃ入ってる子もいるし、でもなんか私は結構そういう今回やりたいですって言ったけど、なんかこうなんて言えばいいんだろう、なんかよくわかんないや、なんかすごい中途半端になっちゃって申し訳ないなって思った、思ったので、ここちゃんもうーんって言ってまあでもそうですね、結果はどうあれ自分でやりたいって思って、こう泣いちゃった、なんか泣けてきた、なんでだろう、全然平気なんですよ、全然私がそんな、私が悪いんですけど、ご飯ができました、イエーイ。お、じゃあ見せるだけ、お見せするだけ、お見せ
しようと思ったんで、なんかちょっと、あ、美味しそう。今から粉チーズとバジルを上にかけるって書いてあったので、それもやっていきたいと思います。ね、ここじゃーん、こんな感じです。サバのカレー、なんだっけ、正式名称はちょっと今確認しますね。セーブライオンさんのツイッターを見てやったんですけど、今日もね新しいの上がってたんで、それもまたやってみたいなと思っています。サバとキノコのカレーピラフ、です。これがライオンズのツイッターに4日前に載ってたので、皆さんぜひ、え、一口食べてみようかな。これ炊飯器で炊いただけなんですよ。食べてみるね。いただきます。え、美味しそうだよ、すっごく。美味しい、めちゃくちゃ美味しい。これカレー粉、なんかレシピではカレー粉大さじ1って書いてあったんだけど、カレー粉がなかったんでカレールーを一かけよりちょっと少ないぐらいで入れました。でもここのお餅、いやでも私がでもやっぱりもっと総選挙とかそういう時みたいに、自分がこれからこういうことやりたいですっていうのをもっとこれから発信、今こうあんまりそういうことをなんかあんまり言っていい時でもないかもしれないんですけど、これからどうなっていきたいっていうのとかを皆さんに、なんだろう、知ってもらえるようにもっとね、いろいろ、なんだろう、なんかそういう機会も、まあ、生誕祭もまだできてなかったり、公演もないし、握手会でもなんかこの時のなんか手紙とか、舞台の時にもらった手紙とかも読んでて、あ、なんかこの時の俺直接言えてないなって思ったこととかすごい今多いので、このお家にいる時間で、だからもっと私も、なんだろう、こういうことがやりたいからこうしたいみたいなのをもっと伝えられるように、まだもうちょっと頑張りたいなって思ってます。そう、握手会ないんですよ。だからなんかこうこれあるけど、皆さんが結構いつも聞いてくれてたりしたんですよ、握手会で。今度こういうのあるけどサリナ興味あるとか、みんながすごい聞いてくれて、でやってみたいとか、ちょっといいかなとか、なんかそういう話とかも結構してて、そういうのがすごい大事だったんだなって今すごく感じるし、なんかどういうことをしたらこう、どういうことをしたら喜んでもらえるのかなみたいなのも、やっぱ握手会があったおかげですごい分かる、なんか伝わってきやすかったんですよね。直接話せることが多かったから。でもまあ多分しばらくそういうのもないと思うから、何かこう夢とかももっと皆さんにこういうのしたいとかも、ね、ここ伝えていくようにします。なので、言ってもし何か言ってたら、あ、何か言ってるなって思って聞いてください。でも私今でも何かって言ったら、もしも10月、まだ本当にすごく大変な状況で、なんか
そんなことを言ってられるあれじゃないかもしれないんですけど、もし今後普段前みたいにこうライブとかできるようになったら、ライブとか舞台とかが前みたいにできるようにもしなったら、10月にある舞台をすごい皆さんに見に来てほしいなっていうのはすごいずっと、それはずっと思ってたんですけど、なんかそういうのをこう思ってるだけじゃ多分伝わらないと思うので、あ、ん？お湯を沸かしてますかって、お茶を沸かしてますかってコメントでママが沸かしてます。そうだから、そういうのを、私が舞台に出ることも多分知らない人もいると思う、出る予定なことも知らない方もいると思うし、やりたいこととかももっとね行っていきたいと思います。仕事終わって見てますよ、お疲れ様、お疲れ様です。すごいみんなのコメントを見てる。ココちゃんが静かになったね、寝てるよ、あ、起きた、ありがとう。なので私はもっと皆さんにこう、なんだろう、好きでいてもらえるようにね、いろいろ頑張ります。お初です。6月は握手会ないかな、いやどうなんだろうね、ちょっとわからないですけど、皆さん一番大事なのは健康だと思うので、健康でいてまた外に出られるようになったら楽しくお話ししましょう。まあ、直接会えなくてもなんかこうライブとかでね見に来てもらえるようになったらいいですね。ズームで握手会したい、楽しそうだね。そういうのもね、なんかズームは多分今私皆さんとすぐできないと思うんですけど、こうなんかそういう企画とかそういうあったらいいですね。今お手紙は受け取れないよね。普段劇場に届いているので、どうなんだろう。でも昨日とか今日か、今日昨日多分劇場から配信してたので、いやでもどうなんだろう、ちょっと聞いてみますね、聞いてみます。あ、すごい、6月はココちゃんの誕生日だね。そうなんですよ、ココちゃんも何歳になる、8歳9歳、8歳だよ、8歳になります。で、とりあえずあとそのライオンズさんのこのレシピのピラフがすごい美味しかったです。美味しかった、うん、一口しか食べない、すごく美味しいので皆さんぜひやってみてください。すいません、なんか途中変な感じになっちゃって、明日ゆきちゃんの誕生日です、イエーイ、おめでとう。なんかやるのかな、聞いてみよう。じゃあそんな感じでご飯食べたいと思います。皆さんありがとうございました。バイバーイ。